さあそしてあの本日は「沈黙の艦隊」もちろん、ね、ファンの方がたくさんお集まりいただいておりましてあ,のあらかじめ SNS の方でファンの方から質問をお寄せいただいていたのでここで時間の許す限り皆さんお二人にお答えいただきたいと思いますがままずははこちらですす、はい後ろに出ております大沢さん、玉木さんはご自身の役以外でやってみたかった役はありますか こちらは大沢さんいかかがでしょうかそうですね、あのー、まあ総理はやってみたかったなっていうのは <laughs> あのというのは。というのは、台本で書かれている総理から何,何十倍も何百倍も魅力的な人間の総理大臣、まさに人間のこう悩みとか葛藤とかいろんなものを抱えた総理を見事に演じられている佐々野さん見て。 うわこういう演技をね自分もできたらいいなという,ふうに思ったんで今名前出させてもらいましたけどなるほどはいありがとうございます玉木さんはご自身の役以外ですとうーんなかなかちょっと想像はしにくいんですけれどもまあその潜水艦の中でいうとまあそうですねそのユウスケさんが演じられたソーナーのねナンさんっていうねやっぱりその潜水艦ってその音で まあ何事も判断しなければいけないものだと思うしその,、うん、そのユースケさんが演じられたナヌさんってやっぱりちょっとかっこよさを感じるなと思ってました、はいまたそのかっこよさと、うん、そのちょっとこうユーモラスな部分とそうですね続いてこちらいただいておりますお願いします。はい <laughs> お二人は役に合わせた体作りをするイメージがあるのですが。今回の役を演じるにあたり、お二人はどのような肉体作りをされたのでしょうか。これ今マイクお持ちなんで、玉木さんから伺いましょうか。そうですね。その役に合わせてとは思っておりますが、今回は。体をそれで変化させることはなかったので。はい。特にはなかったです。はい。王様、うん、さんはいかがですか。 そうですねあんまりこう体をどうこうって意識的にはやってないんですただなんかこう潜水艦の中なんでね多分水中だろうと思ってずっと泳ぎ続けてましたね半年ぐらいねいやこれね皆さん笑,、はい、笑うんですけど意外と大事なんですよこういう地味な作業が <laughs> あのー、ずっと半年ぐらい泳ぎ続けて水を知ろうと思ってそこで何か見えたものはあったんですか なんかね、泳ぎがうまくなっただけで <laughs> <laughs> それはなりますよあとプールで友達ができたり <laughs> ただそういうこうあそこまで、うん、海と共にあろうとするカエだってどういう人なのかなってのは最初企画した時から気になってたんでねうんどうしてもそこに近づくことがわからなかったんでそれでずっと泳いでました、えー、ご自身が潜水されてたってことになりますよねいやまあそうこれ大事なんですよそうですね、うん はい、ちょっと正直言うと変かなと思いましたけどでも大沢さんらしいなというかそれぐらいまっすぐにやっぱり物事を捉えてやろうとする姿っていうのはやっぱりすごいなと思いますね。いや馬鹿にしてないです。<laughs>